日本初の花時計メキシコプエブラシューサカトランの花時計ニュージーランドクライストチャーチの花時計マイケル・ジャクソン旧邸宅ネバーランドの花時計時計は花壇と時計が一体となったものモーニュメントとして設置されることが多い花時計の起源に関する詳細は不明だが近代のヨーロッパで庭園の装飾のために作られたのが始まりと見られている イギリスエジンバラのプリンセスストリート庭園に1903年に設置されたのが、設置時には、噴身はなく、翌年に設置されたとされる。日本では1957年4月26日に、神戸市役所の新庁舎建設に合わせ、庁舎の北側に設置されたものが、最古の花時計で、現在は、日本各地に80以上設置されている。花時計は、多くの場合、 文字盤部分と時計機械室からなる。文字盤は見やすさや乾水の美も考えて10度から20度の角度が付けられる場合が多い。多くの場合、時計の分身と秒身は別個に制御されている。花壇は文字盤の部分に設置される場合と文字盤の周囲に設置される場合とがある。花は成果を用いる場合と増加を用いる場合とがある。聖火の花壇を用い、 かつ機械室を花壇の下に設置する場合、機械室に防湿、防水機能を持たせる必要がある。時刻調整は専用の時計を使って行われるが、親時計は機械室内や花時計の近辺に設置される。花時計の花は人に積まれたり、鳥獣による食害に遭うことがある。人によるいたずらに対しては防犯装置を設置する。食害に対しては被害に遭いにくい花を多く。 植えるといった対策が講じられている。花のついたちにおける活動の周期を利用した花時計も存在する。カール・フォン・リンネが1751年に著書フィロソフィア・ベターナカで考案し、200種類ほどの花をあげている。いわゆるリンネの花時計、ホーロー・ギム・フロリである。このような花時計は夜でも時を知ることができる可能性があり。 条件が良ければ30分以内の誤差で時刻を測れるとされるが、日照時間や気温などの影響を受けるために日時計と比べて精度が劣り、かつ季節ごとに開花時間の異なる花を入手することが困難である。このため、時計としては普及せず、主に19世紀初頭において、庭園装飾や植物園において作られたのみである。フランスの作曲家、ジャン・フランセは、 この考案に感動し、花時計エール、ハーロッチでフロアを作曲したと言われる。この競争曲には7つの時と花が選ばれ、7曲より、なるが、演奏は、切れ目なく行われる。エディンバラ市役所公式サイト2018年4月3日、閲覧、小田一郎、時計の科学講談社ブルーバックス、2017年。ありがとうございます。